じゃあとりあえずね、前の動画でマイクレースの新製品情報を取りましたんでね、今回は、ここ1、2週間ぐらいか、中古で買った、N ゲージがね、まあ、ちょこっと溜まりましたんでね、紹介していきたいかなと思います。まあ、今回はね、正直セットっていうよりかは、まあ、なんつうのかな、部品取りで買ったやつがもうほぼメインっていうか、まあ、ほぼメインっていうか、もう全部ね、部品取りで今回買いましたんでね、その辺もご紹介できたらいいかなと思いますが、スマホが1個遠い。ちょーん、遠い。ただね、取引終わったやつ消しちゃったから、ぶっちゃけ金額が一部分かんなかったりするんで、その点はご理解ご了承の方のよろしくお願いいたしますと。はい。そうですね。ではまず1個目からいきましょう。これまずね、ポッチで買いました。川崎のポッチですね。まあ、ツイッター見てたら、まあ、ツイッター俺ポッチ漏らしてるんで、いつもね、まあ、何か入荷したら、まあ、いいのがあったらね、まあ、買いに行くようにはしてるんですけど、で今回なんとね、185系のこちらですね。ストライプの、トレーラー車。このモハ185はね、なんと、まあ、全部バラ売りになってたんで、まあ、1両2500円くらいだったら買おうかなと思ったら、なんとお値段こちら。ポポンのね、ポポンでね、ちょっと前に湘南色の、湘南ブロックの、まあ、185買ったんだけど、それよりね、なんとだいぶ安いね、1760円で買えたんで、まあ、今回ね、足回りのためですね。まあ、今、トミックスが、185系の、湘南ブロックの修学旅行列車、あ、ストライプか。ストライプの修学旅行列車、線化してくれたんで、まあ、やっぱりね、重量化するときにネームって邪魔だし、まあ多分、まあトミックスが出すか分かんないけど、まあ下手すら湘南ブロックのも出てくれるかなって淡い期待して、今回ね、なんと呼び込みで買っちゃいました。結構マジでね、いいのに出したんですよ。まあ、いいのにするかなと思ったら買えたんで、よかったって感じなんですね。まあ、たまたまいいよ。多分これ A 編成なのかな？多分重量ぐらいかな？バラですね。まあ、確認して買ったんで。一応これ、あれ入ってるかな？俺基本的にね、何を買ったかに関しては、まあ、金額はね、もう全部合算しちゃうんですけど、一応メモするようにはしてるんで、エクセルに。中古どれだ？これか。そうですね、一応10月16日、そうですね、10月？あ、10月20日、10月16日か、そうですね、3500円入ってます。まあ、状態的にはそうですね、もう別に床下、まあ、ボディに傷があろうが、もう俺別に床下メーター買ったんで、まあ、ティーヌカプラもついてますし、まあ、別にティーヌカプラついてなかったら、ティーヌカプラついてなかったら、努力者からパクればいいだけなんで、まあ、特に問題ないんで、まあ、このままこの子たちは、そうですね、まあ、湘南ブロックが発売されるまで寝ててもらおうかなと思います。まあ、寝ててもらおうかなと思って、部品取りの方が本当に無理だよね。ちなみにこれがね、前回買った、ポッポンのね、まあ、あれなんですけど、そうですね、まさか本当、ここまで早くもね、もはや185が3台揃うと俺も思ってなかったんだよ、正直。マジで部品取り探してる時のうちのそのなんか的中率っていうのはね、マジですごいんだよな。まあ、そんな感じで、まず墓地で買ったの、これだけでございます。次にね、ヤフオクで大量に買いました。お値段的には、まあ、今回ね、ちょっと日付がね、2回に分かれちゃってて、で、何個か落とし損ねたやつはだいぶあるんですけど、金額的には、送料とか全部込みで、16,200円ぐらいで、鉄これ、全部買ってきました。ご紹介したいと思います。まずこちらですね、阪神5311型。こちら2両編成が2つのやつ。まあ、これね、4両編成扱いで売ってた、やつになります。こちらがね、一応、まず1個目、こちらでございます。続いてこちら、大阪交通局ですね。大阪市交通局の、地下鉄御堂筋線10系。こちらに基本5両セット、こちらね、1個買いました。そしてこちらですね、国鉄70系半和快速の4両編成。まあ、70系客車ってことでね、まあ、80系の、ご先祖様。まあ、ちょっと詳しいこと知らないですけど、こちらもね、安く売ってたんで買っちゃいました。そしてこちらですね。これが、まあ、そうですね。最後のやつですけど、国鉄役試験挑戦4年生ですね。こちらもね、今回買いました。というわけでね、全部で買ったのが、4種類、そうですね、4種類買って、お値段が、送料全部込みで、1万、いくらだ ?1327 の、ちょっとね、まあ、細かい数字を言うと、これ、電卓入ってないタイプ。入ってるか、これ。電卓、時計、天気、簡易ライト、お財布携帯、サポート、使い方ガイド、コミュニケーション、電話帳、電卓入ってないやんけー、このスマホ。まあ、電卓は、そうですね、俺のカメラ専用のスマホがあるんで、その中にも電卓入ってるんで、問題ないですけど。1327の。2935。そうですね。お値段全部で16,200円ですね。まあ、送料とかね、送料がね、2口分がちょっとかかっちゃってますんで、まあ、それね、金額がしますけど、まあ、16,200円ちょっと。で、これだけだったらね、まあ、コスパ、まあ、多分ね、鉄これだけで16,000円、お前何考えてんのって言われたんですけど、ご安心ください。俺の中ではギャンブルですけど、お買い得の自信がありました。最後に一応パワーパックも用意しますんで、動作確認したいかなと思います。というわけでね、どれからいきましょうかね。まあ、興味ないやつからいきましょうか。ぶっ飛ばされそう。まあ、半回数ですね。ちなみに走行パーツこんな感じで、ね、TM09 の、TM09 だとどっちだ ?TM09 は。TM09 は早々流用効かないやつかもしれないですね。まあいいや。とりあえず行きましょうか。
わ、これレイラーレアスか。懐かしい。いつの発売これ。ちょっと後で発売日とかもちょっとホームページに出てみましょうか。一応ごめんなさい。商品説明こっちっす。裏に書いてありました。国産の実験、1950年から製造された、中距離用の電車、横須賀線にデビューし、その後関西圏にも導入、先に登場した長距離電車の直近車を、挙手する全面形状で、スマートな車両として印刷されている。で、1955年に阪和線として70系が、大鳥電車区に新設置。阪和線のオレンジがあったクリームと明るい、グリーンの芯から登場。全金属の300万トンですが、俺300万台の美しい編成も見ることができましたと。主に阪和線の快速に利用されましたが、1906年順次、スカッショが突然行。で、1910時、113号、103系と同じで、こちら、多線区の人に、まあ、70系は阪和線に対と。そうなんだ。で、今回発売したのがね、こちらですね。70系の全部300万でいいのかな ?76315、モハが73110、で、クハが、ね、310って感じの、4両編成になってますよ。おどこさん。パーツ残っちゃうか。あれか、全面のあれですね、ダミーカプラの押さえか。まあいいよ。というわけで、紹介したいと思います。一応まだね、動作確認とか全くしないんで、楽しみなんですよね。ギャンカスがやることはね、バカで、まあ面白いですけど。てか、懐かしいですね、このレール。しかもこれ未使用じゃん。すごいな。ただ、このね、ダミーカプラ入ってるとね、ちょっとね、蓋が閉めづらかったり、ちょっとめんどくさいんですよね。俺ちょっと苦手なんだ。一応ね、車両だけこちらになります。まず上から、これがクハの、76315。あ、出ますね。クハ76315になります。まあ、ちょっとね、こんな感じになってます。で、今回買ってるこちらですね。はい。なんとね、今回買ったんですけど、まあ、正直に違いましょう。全部 N 化されております。まあ、パンタグラフも金属パンタか。そしてね、足回りも N 化。で、まあ、モノレールはね、こういう風に TN 化プランになってますんで、ちょっと今回ね、完全に、全部、まあ、部品取りという名目で買っております。問題は重りが入ってるものなんだよ。持ってる感じはね、あーでもね、ちょっと入ってる臭いわ。なんかずっしりするもん、これ。あ、入ってますね。こういう感じで、まあ、順、よいしょ。両面テープか。あ、両面テープと詰められますね。この辺もいいや。まあ、戻しましょう。ね、今回、まずこれは1個目は当たりかな。まあ、後でね、ちょっとね、走行パーツとか、まあ、ちょっと中古で買っちゃってるんですけど、まあ、新品で買ったらね、走行パーツいくらするか。まあ、だから今回部品取りって言ったんですけど。いくらぐらいするかね、ちょっと後で、計算したいかなと思います。ちょっと TN カプラの関係でね、ちょっとはめ込みが悪いんで、この辺はそうですね、要対応はしたいかなと。まあ、どうせ部品取りなんで、ね、この方もおとなしく、そうですね、側足回り全部取られて、そうですね、眠ってもらおうかなと思います。で、続いてが、モハの、318ですね。そうですね、こちらになります。318ですね。一応こちら、金属ファンタっぽいやつですかね。まあ、ちょっと色はね、黒っぽいやつですけど、変えられております。で、こちらもね、ちゃんと TN カプラと、まあ、走行パーツが、ね、金属車輪に変えられてます。重りは、あ、これも入ってますね。結構ずっしりしますね。大丈夫です。車体の詳しい説明ないですかね。本当だって、この子たちが買った理由は足回りですかね。足回りと、まあ、一部屋根って感じなんで。こんな感じですかね。まあ、完全に部品取りですよ。そして319番ですね。やっぱりこれさすがにずっしり重いですね。このね、TM08 とか09って多分、品番あると思うんですけど。これ09だっけ？あ、そうだね、これ TM09。まあ、この09とか08、まあ、ところにこの 20m 級の違い、何ぞやって言いますと、軸間ですね。101系と比べると、ここのね、軸間の距離がね、長いんですよ。この車両は多分ね、そうすると部品取りにならないと思うんですけど、まあ、でも壊れた時のね、モーターの予備パーツとか、まあ、新品で買うこと考えたらね、まあ、全然、相当買いはできるんで、まあ、悪くはないかなと。まあ、特に TN カプラもついてますから。まあ、多分0336かな。ちょっと発火ガスは、あ、そうですね。発火してたんですけど、多分0336っぽいと思います。ちょこんな感じですよ。まあそこですね。重りに関してはこうやって見えてますんでね。まあいいから役ですよ。で、そして最後、314番ですね。一応ね、こっちも、TN カプラが、標準装備されてます。で、動力は、あ、動力じゃない、足回りは。そうですね、これも重いっすね。入ってますね、ちょっと。見づらいですけど。この人、両面テープ、結構頑丈に取り付けてくれてるの。両面テープなのかゴム系接着なのかちょっとわからないですけど、あ、両面テープっぽいな、見た感じは。まず両面テープっすね。これ、がっつりこっち側にもくっついてるのか。これ剥がすの大変そうだな。まあちょっとこれはね、気をつけながら、使うときに、ね、剥がしていいかなと思います。あまり古い国鉄車両なんで、マジで存在を知らないんだよ。80系、70系なんて、
マジで知らないですか。もうちょっとシールはね、残ってないですけど、まあ、ぶっちゃけね、シールなくたって、構いませんのでね。どうせ足回りが欲しかっただけです。シールは入ってない。入った。あ、こっちか。そうですね、シールは、入ってません。まあ、あとはでもね、動力が動いてくれればね、完全な儲けもんかなと思います。ちょっと後で、動作数にはね、ちょっとまとめて全部しますので、ごまんしんく。はい。ってわけで、邪魔なレールが。邪魔なレールがついちゃった。19と14。こっちか。どうやって扱うのが一番いいのかわかんないんだよな、現場で。一緒にこのまま道具たちも、ね、別に使わないですけど、まあ、このまま一緒に、ね、入れといても一応の後で動作家の最後にします。追加数の101系、こちらになります。これもレール入ってるんですか？残はないっすね。特にこいつのシールとかは、残りはない感じかな。まあ、一応ね、レールもついてる、古いセット。すげえな。邪魔なのか、色気って。シャバンがわかんねえ。シャバンは裏か。101系、近距離型の電車と。中央線に随分、その後首都圏や関西圏の通勤電車に順次投入。当初はもはや90系電車が、1912年に101系に改められ、まあ、もろもろ。中央線での活躍は、1957年に試作車が、三鷹電車が1、その後、武蔵小金電車が豊田電車が1、メインに大宮塚線でも使用、車体はこのオレンジ色。で、中央線、長期の形は老朽済み、201から参加し、次第に中央線活躍済み、1985年には、95年から行ってる。95年、85年か。俺が生まれるちょうど一回り前なんですね。意外と長生きしてたんだ、昭和60年。失礼に言ったけど、へぇーっすね。すごい。ちょっとね、計算ね、ボロボロっすけどね。なんか汚かったり。なんかわかんないけど。まあいいや。で、車両がこちらですね。上から、これ逆になってるのか。こっちが来るのか、こっちが来るか。あとこれがサハと、これがモハ。まあ、詳しくはわかんないんで、まあ、順番的ですね。というわけで、まず上から、クモハ101の、ごめんなさい、クモハ100ですね、102番と。まあ、そうですね、こちらちょっとね、ティネカプラカーされてませんけど、車輪もめちゃくちゃ汚いな。これ、加藤の車輪が使われてるのかな。重りは入ってる感じが。ああ、でも重りそうですね、入ってますね。さっきのやつよりこっちの方が重りのずっしり感が。あ、そうですね、わかりやすいですね。よかった。一応全面液体でこれかな。この 15H 東京が印刷済みなんで、まあ、そうですね。このままだからですかね。まあ、じゃあこっち側ね、加藤の密輪がやられてますけど、まあ、これ多分連結すると、大丈夫かな？めちゃくちゃキツキツだと思うんだけど。あ、でも、それなりか。大丈夫そうですね。まあ、こんな感じで。で、パンタグラフはね、ちゃんと金属パンタに変えられてます。そして、モハ101の、59番かな？そうですね、59番ですね。まあ、そうですね、こちらも一応動力シェルですよ。めちゃくちゃ重いな、これ。反対がこんな感じ。そして、サハ101の219番。サハの向きは、こっちですかね。これも一応そうですね、ちゃんと金属車輪に変えられてて、なんですかね。反対がこんな感じ。うん、これも重いっすね。何の音だ？どっか模様替えでもしてんの？出勤。で、最後、クハ101の67番ですね。はい、こちら、クハ101。まあ、比例防止。反対側はこんな感じで、まあ、前面はこんな感じ。で、これも重りは入ってますね。そうですね、入
まあ今のところはそうですね。あったら、リットーは入んなかった。鉄コリのシャルってのは普通に抜けてみて、頭でスポンって入れればね、綺麗に、なんつうの、垂直落下式のブレンバスターで入れないと、はまりづらいんですよ。シャタンブとかがね、特に。よし、OK。じゃあそうですね、これも一応後で動作確認したいと思います。これさ、レールって下側にしか入んねえのか。よくこんな狭いところにさ、4本のレール昔入れたよな、宝さん。嫌いなんだよ、こいつら漏れるから。ケース切ったけど、まあ、いいや。よし、さあ、これ本当入れるのが一苦労。昔はね、鉄コレってなんかこの飾りのレールにつなげて、まあなんつうの、まあディスプレイとして。扱うっていうのがこの鉄道コレクションだったんですけど。うぅぅぅぅ、しっけ、誰かご渡してんの。違う、値段安っ。4両で昔3600円だって。え、これいくら？あ、こっちもそうだ、4両で3600円だ。え、何年前発売こいつら。2つとも。やばくね？で、続いて、まあ、こっちかな。大阪メトロ、ごめんなさい、大阪市高速ですね。10系の、10系です。まあ、5両です。本当に5両増設とかなってよかったんですけど、まあなんか5両セット1個しかなかったんで、まあいっかってことで、買っちゃいました。これのいいところはね、こいつだけなんですよ。唯一。足回りが残ってるっていうね。これめちゃくちゃありがたいんですよ。で、大阪メトロ、こちら、お値段はちょっとこっちは乗ってないのか。これ対象年齢対象年齢、あ、これじゃもともと15歳以上なんだ。へぇ、鉄これって。昔から。で、これシール残ってんの？ラッキー。どっちにしろ相方ねえから言いらねえけど。こちら。大阪メトロ。こちら大阪市高速に出す実践。江坂から中村でもすぐ近づくですね。10系は、10系大阪市高速に出すの直破制御の車両。作者は20系として、1973年に谷町線でデビュー。翌年には、同水線転載10系と改版。誘導障害レフォースの試験を経て、76年に営業運転開始。量産車は70系の8系の中で、合計2つの重量化。で、95年には、ソリューズのため編成組が10年編成となって、98年がさらに、車両の中17時以降は、スリーブ品パターンに乗せ替えることに行われました。で、製品は、チョッパー制御車と区別され、こちらその10系の中でも18編成、18編成を再現しますよと。で、車番はこちらか。あ、車番は印刷名なんですね。こっち行き先だけだ。行き先は、千里中央、新大阪、中津天王寺、これが読めない。新金岡、ここがね、そうっすね、新金岡っすね。そんな行き先あるんだ。まあ、今、ここって言ったらね、なんだっけ、なんだっけ、なんか延伸するとかって話なかったっけ、あれ、中本だよな。あれどこだっけ、これ延伸する路線だっけ、あれ御堂筋線って違ったっけ、なんか北大阪急行だかなんか忘れたけど、延伸するって話なかったっけ、大阪メトロ御堂筋線は、あ、そうです、やっぱり北大阪急行とつながってるっていう認識でいいのかな、これ。そうなんだ。まあ一応わかんないけど。あ、そうですね。江坂駅から北大阪急行を、あれか。南北線と総合直線でか。で、その北大阪急行かなんかがあれか。なんだっけ、延伸するっつってんのか。延伸したのかな、わかんないけど。なんか、なんだっけ、なんとか、なんとか、なんか忘れた。なんか忘れたけど、そうですね。確か2駅だか3駅だっけ。確か延伸するっていう話をなんかニュースで見たの。2駅3駅わかんないけど。ま、詳しくは知らん。詳しくは知らん。そうです。やっぱりそこの線だったの。で、一応ね、先頭の線に関しては、まあ、シール貼ってくれと。
で、あとは、ドルフちゃんの組み込みですね。本戦にドルフの子は1018もしくは1418号車、いずれかに装着すると。1018、一応前から2両目と、後ろから3両目ですね。特に基本セット2両か。こちら、付属の動力でしょうか、終電式がモールド化された関係で、この2両が対応しません。ここ2両に絶対装着するってこと。面白いですね。まあ、こういう感じか。まあ、これ第3基準の車両ですからね。まあ、この辺はしょうがないのかなって感じですけど。そうですね。絶対するなら、ここがここっつってね。車両の位置的には、できればね、この1218とかにしたいんですけど、まあ、しょうがないですからね。でもこれ、すごいですね。番号が飛び飛びなんだよね。1093267458と。まあ、綺麗にね、全部1から10までって感じですけど。面白いな、これ。で、車体は、車両はこっち。今回前の持ちした動力は、こっちは1418に入れてくれたんだ。じゃあ、とりあえず上から行きましょうか。上から1118ですね。1118、下から持ちた。1118になります。一応ね、もともとは仲間関がね、標準印刷になっております。ちょっと見づらいんでごめんなさい。こんな感じですね。これでも見た感じ、ライトが多分あれですね、これ。印刷にされてるんで、多分初期のロットに近いのかな、もしかすると。一応ね、こちらの車両ね、ティヌカプラ化されております。で、そういうのがこちらですね。あと、ソロもね、取り付け済みなんですよね。まあ、多分ゴム系で綺麗に取り付けられてるのかなって感じですけど。おびきしょ。床下持ってなかったんだ。で、重りはちなみに、あかね。硬いな、この車両。あ、入ってますね。ちょっと床下外れちゃって見れてた。ラッキーだね。あ、ダミカプラか。ぶっちゃけダミカプラはどうだっけ。結構硬いな、これ。なんで爪が車体にあるんだ。へぇ。すげえな。ちょっとでもこれガラスがずれると止まんなくなる。こんな感じかな。ただ外れたダミーカプラがどっか行っちゃったから。これは蓋だけ閉めとくか。で、次が。1018番。これっすかね。あ、これっすね。1018番。一応こんな感じ。で、一応にフォローがついて、反対側はこんな感じ。これも重りは入ってますね、ちゃんと。今回のやつ結構当たるっすよね。重りが全般的に入ってるの。だから結構これ、扱いにくいな。ガラスの爪じゃなくて、ね、車体の爪なんで。で、3号車が、1418番。本来は、こっちか。あ、ごめんなさい。ダメかと思うちょっと。車体色とほぼ同系で、全然見えない。1118番。一応、ね、こちら、努力者でございます。こちらもね、ちゃんとティーヌカプラは標準装備になっております。ちゃんとね、フォローも、まあ、フォローもついてからですけど、前の持ち主さんがね、つけてくれてます。ちなみに、床下の向き。あ、これ床下の向き逆なんだ。こっちですね。失礼しました。こっちもこっちか。で、1518番。こっちですね。まあ、ちょっと優先席の向きとか合ってるか分かんないですけど。
優先席の方がかっこいいな。ガラス外れた。これで大丈夫か。で、膝がエグジョしますね。例えばガラスの感じに外れてんのか。で、重りは入ってますね。この車両、爪の関係で、扱いが。これ、貫通扉が開いてたりしてくれると楽なんですけど、貫通扉が全部閉まっちゃってるんで。つまエンジンとかで押し込みづらいんですよ。先にこっち入れちゃってみるか。問題はこれ両面テープ付いてる。めちゃくちゃやりづらいやり方してるかもしれないけど。あ、こっちの方が楽ですね。なるほど。で、最後1811番、中間重量の戦闘車です。こちらになります。で、このですね、前面と、まあ、反対側と、まあ、一応ホロと、この面。これもどうせここに入ってんだろうね。5両中、まあ、4両中か、4両中、と出せとして、4両中1両だけ出しないとか多分ないと思うんで。ね、爪割れたかと思って。マジで、扱いにく今まではいろんな手作り見てきましたけど、こいつ以上に扱いにくい車両はなかなかないっす。あんまり違いないですけど、ティールガフランがここ押さえるしかない。お、取れた。ニューム台車取るしても。よいしょ、いい、セーフ。ああ、ここまで分解するの一苦労の車両ってのは本当なかなかねえな。で、取れた床下機器が問題はどこ行ったかな。あった。で、重りはそうですね、ちゃんとついてます。よかったよかった。これでついてなかったら切るっすよ。
よし、とりあえずこれも当たる。で、まあ、側だけ残った台車と。まあ、どうする？これよく台車残してくれたな、前の持ち主。今回買ったやつで、今のところ台枠とか資料残ってる。こいつだっか。まあ、こっちだともともとシールがないやつかもしれないですけど。この辺からかレールがなくなったの。まあ、確かにレールはない方が楽ですけど。最後ですね、阪神の5311型2両編成と。11と12型、2両編成で、これ多分、あ、シール残ってんのこれ。まずこっちから。あ、この時代はレールあるんだ。これちなみにお値段が載ってねえや。あと、アンテナがあるの。一応、だから、阪神電気、5311型。5311型、河川電圧の1500、昭和5。単車走行の普通仕様として、1960年から60年まで、あ、これ4両丸々なんだ、デビュー。車体は5261型を挙手した片面電車が、車単ナーモデルを埋め込み式。地下鉄のための、不燃化構造が、阪神の初め採用と。で、80から80に冷房改造の際に、22キロ電量、直波線試作車を登場と、改造と。で、制御機は、1C8 円化されて、偶数車に補助電源装置は、奇数車に、補助電源装置は奇数車か。ブレーキ装置は HSC-R 型に変更と。2010年に、形式証明で基礎地盤を併設されていたテスラから、特に親しみある車両でしたと。そうなんだ。全く知らん。これが全面サボか。まあ懐かしいですね、こういうサボ。なんか未だに名鉄とかでもさ、たまにあるけど、関東の車両でこういうのねえからな、ほとんど。まあ一応製造会社は武庫川車両と。すごいね。一応5311、1968年、5311、1969年か。最高速度110キロ。なんか元祖ジェットカーみたいな感じなのかな、これ。普通電車専用って。なんかこの色ってなんかあったら、阪神ってなんかジェットカーのイメージなんですけどね、これの中では。一応こちら、その2両編成の、まず1個のこと。で、シールと、これはなんだ、これは、ああ、なるほどね。前の持ち主が TN カプラカと、加藤カプラカしたからその残骸が残ってるのか。で、シールこちら。車番が一応ちょっと見づらいんですけど、まあ、11から、14までと。で、サボがこっちですね。回送試運転、梅田高速神戸、これ。高速神戸？高速神戸、マジすごいね、これ。そうですね。で、あと、梅田三宮、梅田、どっか、尼崎新海地、尼崎西九条、梅田元町と。石なんとかってどこっすかね、この左から三つ目。これが唯一わかんねん。なんかすげえな。へえ、これすげえ。高速神戸に入ってたんだ。ちょっと後で詳しく見てみよう。多分 YouTube の動画ありそうっす。で、とりあえず編成的には。一応5311、12型扱いだけど、まあ、13、14もいるよって感じか。じゃあとりあえず、まあ、5311になるのかな。まあ、ちょっと詳しくわかんないですけど。このマイパン車っていうのがいいっすね。一応これ金属パン化されてますよ。で、ホロは多分これ標準装備なのかな。ちなみに多分これ5312型ですね。ここの多分ね、パッケージラスト見ると多分これ12型っぽいな。こっちが11か。こっち11っすね。ってことはこっちがもうあれかな。どっちがちょっとどっちがわかんないよ。一応こんな感じで。一応ね、動力車1で、まあ、中間に、ね、ガドーカプラついてますよ。で、金属パンタと、一応にアンテナも前の持ちさんがね、ちゃんとつけてくれてって感じか。まあ、ちょっとドアのここになんか色入りしたせいで、なんかちょっとハゲてる感触ありますけど。そうですね、なんかちょっとやった感ありますね。まあしょうがないかな。まあこんな感じ。で、5312の相方の方ですかね、わかんないけど。こっちも、こっちは大丈夫か。こっちはそれで綺麗に、このドア取って塗られてますね。塗ったのかな、多分。って感じ。多分塗った。ちょっとハゲかけてんのが、わかんないけどって感じですかね。で、一応、重りは、入ってません、これ、ずっしりするわ。一番硬いやつだ。うん、入ってますね。裏側にもついてるパターンか。あ、裏側にもついてた。ってことは、これさ、これ、ちなみにね、全部同じ店舗で送られてきたんですよ。日付かかっちゃったんで、送料2回分になったんですけど。
これもしかして売った人同じかな。トレネーゴの両面テープ結構頑丈で。で、座席はこっちか。お、これははめやすい床下っすね。ラッキー。で、一応これで1セット分。あれ、側どこ行ったっけ？あれ？こいつの、あとこれか。透明プラモがしょうがない。よいしょ。ちなみにこれも発売日とかお値段はまあ不明と。で、もう一個の方と。こっちも前の持ち主、逆に入れてます。こっちも、あ、そうですね。一応付属に残ってますね。シールと、まあ、あれか。あの、足回り、あの、連結器ですね。で、順にこっちも、それなんかうっすら、ここ、なんか帯の段差なのかな？光加減によっては。ちょっと、目立ちますね、ここ特に。なんかこの辺に、なんかちょっとうっすら、線が一本ピーって感じで。まあしょうがないですからね。まあ所詮手作りなんでね。まあ特に今回部品取りで買ったんで、まあ19メートル系ってのもそんなに使う需要ねえんだよ。俺19メートル系だよな、確か阪神。これ動力、そうですね、19メートル系ですね。ただまあ一応予備で動力取っといてって感じですかね。うん、でもそうですね、かっこいいですね、結構。まあちょっと後で、イズムワークスのホームページも見てみるか。ライトつけれるかどうか。まあ最悪つけてもいいと思うし。で、こっち、トレーラー車ですね。あ、ごめんなさい。こっち後で重り見ます。で、こっちも、ね、金属パンタ、あ、ごめんなさい。金属パンタとアンテナ。そうですね。こっち確認するのです。よいしょ。こっちも、ね、一応、金属パンタとアンテナになってます。あ、こっちも硬っ。うん、入ってますね。入ってるけど、硬い。これはでも、真ん中からなんか切開すればいけそうな。毛抜き、遠かった。今何時だ？ 11 時半か。ちょうどいいぐらいですね。この動画撮り終わって、動画のちょっとアップロードとか作業してたら、多分ちょうどグリーンマックスから新鮮アップが出るかぐらいですね。多分こっちもどうせ入ってんのかな？さすがに一両だけないとかも。あ、そうですね。こっちも重いっすね。ただ両面テープが。あ、こっちでも緩かった。オッケーオッケー。緩かったっていうか、こっちに残ってんのか。こっち側のやつは、そうですね、粘着力、生き残ってはいるけど、取れるかな。
もそうですね、今回本当に大当たりっていう感じですね。ここまでマジでギャンブル成功したのは、中古 NK 時代と久々だな。一個ね、ちなみにね、ギャンブル失敗して、7月ぐらいに買ったんですけど、まだ日の目を見てね、中古 NK 時代、10個だけあるんですよ。あいつかわいそうに。だそういうのもね、本当はね、紹介したいんですけど、まあ、ちょっとね、諸事情によりね、紹介できないんで、ご了承ください。というわけで、じゃあそうですね、動作確認の方はしていきましょうかね。こいつは動作確認いらないから、しまっちゃっていくしか。あとで一応ね、まあ、トータル最後にね、動作確認終わった後、いくらぐらい新品で買った時のパーツに比べて、まあ、お得かどうか。まあ、動けばね、新品も中古もパーツ変わんないんで、基本的には。チャリンめちゃくちゃ汚いから軽く切りましょう。こんだけ削れば大丈夫でしょ、まあ、結構砂消しもね、これやっちゃうと、まあ、レールの表面はね、傷つきやすくて、まあ、汚れがね、つきやすくなるんで、まあ、その辺はね、要注意なんですけど、まあ、でも俺はもうずっとこれでね、長年やってきてるんで、こんなもんかな大丈夫です、まあ、別に汚れたらね、どうせレイアウトのレールじゃなくて、これ多分試験用のレールなんで、ぶち切れ、これまた汚れたら掃除すればいいだけなんで、楽っちゃ楽なんですよ。で、動力者これか。あれ？あ、ごめんなさい、動力者こっちですね。おお、動いた、ま、音はそれなりだけど、うん、悪くはないっすね。これまず1個当たり。で、大阪メトロ、これ下からどこだっけ、あ、これちょっと真ん中の車両か。到着こっちも音はうるさいっすけど結構快調だな。動けばいいや、最悪はどうせ鉄コロのモーターなんて何メートル級の型枠に合わせて入ってるだけなんで、最悪死んでる駆動モーターと生きてる駆動モーターさえ交換すればメートル級関係ないんじゃない。シャフトとかはぶっ壊さないけど、確かそのはずなんだよ、俺の記憶が。ちなみにこれで20メートル級のどっちだ？あれ、入んない。多分 B だっけ？あれ、どっかに書いてあるか。あれ？ああ、そうですね。あ、これも19メートル級なんか。マジか。今回19メートル級多かった。で、20メートル級こっちか。101系が一番上か。あ、そっか、これレールが一番下だからめちゃくちゃ助かんない。ほっ。あれ？ん？こっちか。で、
おお、結構滑らかですね、これ。あ、でも。まあ、それなりか。そうですね、やっぱり。ああ、そうですね、車輪がだいぶ汚いんで、まあ、それでも通電してちゃんと動けたら移動できるですね。大丈夫ですね。よしよしましょう。レールが入っているやつは扱いづらいから嫌いっす、俺は。で、最後がこれか、70系っすね。70系どこだっけ、上から2両目か。下から2両目だった。お、でも動力的にはこっちの方が当たりだな。あとでここのカバー外して爪外して、この駆動モーターだけ交換しちゃいましょうかね。別の車両と。よし、ピッ。これ稼いでんの？うん、片っぽだけ。そうですね、今回のやつは、まあ、そうです、多めの当たりですね。じゃあ、最後、尺的にはまあ、ちょっと時間あるんで、ちょっと軽く見積もり金額だけ出しましょうか。一応、金額は、これ、イモンでの2割引きの価格で、全部決済します。めんどくさいんで。まず、こいつが、TM09。ちょっと待ってくださいね。TM09 が、TM09 ごめんなさい、今欠番、廃割になってますね。今に在庫ねえや。そうですね。まあでもちょっと、鉄コネのこの辺の動力に言うと、まあ14メートル級から、19メートル級、まあ全部一律で値段一緒の2992円なんで、動力が2992円の、1セット、2セット。4セットで、走行パーツが TT03。 03はこれみんな一緒か。お前は誰だ、中央線は入っていいんでしょ。中央線も03か。で、これが、メトロが、メトロ、まあメトロでいいか、メトロが04があると、阪神、あ、阪神も GT0 です。まだ04も04も基本で変わんないんで、まあいいや。とりあえず、TT03。まだ古すぎて新しいのになってるって可能性もあるんですよね、多分。TT03、そうですね、TT03、今 R しかないんですけど、まあ880円か。走行パーツ系 5.6 黒。だからまあ黒用の、まあ、車輪で、これまあ2両分なんで、そうですね、これ2両分だよな。あ、そうですね、生産終了っすね。TT01 または TT03 がありますが、この2つ生産終了になったので、こちらをご利用くださいと。
なるほど。まあ一応2両入りで、880円なんで、880円が、1,2,3,4,5,6,3 セットか。880円が3つ。パンタグラフが、0,2,2。ちなみに、TT0 ですね。TT04 の、大阪メトロも、これいつだっけ？ TT04 あるか。TT04 あるか。TT04 もまず同じ値段なんで一緒に打っちゃうと、880円が3つの、こいつが5両セットだから、こいつだけで2箱使うから5つの。で、阪神も04、TT04 か。で、多分これも04は多分廃盤になったのかな？あ、そうですね。古い手作られた TT02 または TT04 しますが、生産終了となってます。で、これも別に、これも2つ使わなきゃいけないんで、プラス合計7個か。えぐくね？これ今回何両だっけ ?1,2,4,8,4×3,12,17 か。17で動力3つ抜くから14台。そうか、ぴったり7個か。で、パンタグラフか。そうですね。動力2と2、走行パーツ、合計14で18両。んあ、そうか。で、1両余るのか。4と、そうですね。1両余るかも問題ないか。これそうですね。2両入りのやつなんで、これしょうがないです。で、パンタグラフが、0,2,2。多分、パンタグラフは未だに生きてるやつだと思うんで。問題ないんで。0,2,2 を PS13 ですね。在庫がなくなりました。マジか。一応、トミックスの別の、鉄道コレクション指定部品のパンタグラフで見ると、0267ってやつが引っかかったんですけど、まあ、パンタグラフ確かに今、一律に願ってるんですよ。800円くらいかな、確か、定価で。800円だからなんか忘れて、900円だからなんか願ってるんで。どうしようかな。0223だと出てくるかな。連番で近いパンタグラフの金額でいきたいんですけど。なさそうかな。微妙だな。トミックス0224。0224、これは。そうですね、定価が990円ですね。2005年発売。主な使用形式72、73型用。990円か。で、ちょっと990円だとして、101系のパンタグラフってどこ？やばい、101系のパンタグラフの番号がマジでわかんない。書いてねえ。マジか。阪神は、阪神もパンタグラフが書かれてない。マジで？嘘。これ、昔のディスコレってパンタグラフの番号が書かれてないオチなの？マジで品番がわかんねえって一番困れちゃうんだけど。これでも事業者限定じゃねえもんな。結構ね、走行パーツとかの別売りパーツっていうの2011年4月限定で書かれてるんですけど、オーマイガー。2011年か。マジか、そんな古いんだ。これあ、ほらか。つまりか。ちょっと待ちください。鉄コレ、阪神5300。あー、これ事業者限定品だ。しかもこれお詫びが出てるわ。阪神電鉄様が第18回鉄道、フェスティバル2011、10月8日から9日にて発売ての、鉄道コレクション、阪神5301型2両セット事業者特注品ですが、回路上の台風の影響に納品が遅れております。そのため納品が間に合った場合は、会場での販売方法を下記の通りに変更いたします。お客様には大変ご迷惑をしようもございません。阪神電鉄部様にて購入券、はがきをお配りいたします。購入券1枚につき1個に限らせます。購入券を2枚お持ちで商品に購入されば2枚ともご記入でご投函ください。お申し込みの締め切りは10月20日までとさせていきます。へぇー。なるほど。まあ、中国製だから海運だったのか、これ。マジか。
ちなみにパンコスコ事業、あ、そうか、事業所限定が確かにこう阪神電気って書いてあったわ。うーん、パンタグラフ誰になるんだ、マジでわかんねえ。今日購入者のそのデータはあるからわかるんだけど、そうだな、パンタグラフの情報だけがわかんねえな。そう、でもやっぱり見るとあれですね、画像的にはプラスチックの、チャチーパンダが、そうですね、購入当時の人は、あれですね、ついてますね。番号わかんねえのが一番きちいな。ダメだ、どうしてもやっぱりそうですね、パンタグラフだけがわかんねえや。マジでわからん。しょうがねえか。いや、これ、ここだけ画像があった。これは？人によってはなんか GM 製の PT48 っていうのを使ったんだ。トミックスにつまり PT48 っていうパンタグラフがあるかってことか。トミックス PT48 は。一応 PT48 ありますね。PT48-11N ってやつが。似てるかって言われると微妙なんだけど、一応値段的には770円か。まあ、770円だとして、これ0258っていくら？イオンで0258。0258イオンだと、616円なんで、2割引きか、やっぱり。仮にこれ616円だとして、2つ買って、で、101系のパンタグラフもわかんないんで、何使ってんだろうな。もういいよ。で、70系の方のパンタグラフが値段わかんないんで、もう今回目の前でパンタグラフ一律全部同じ値段で決済します。なので、阪神電気で2箱使って、これ丸々2個あるんで。で、半和快速も1つ使って3箱目。で、101系でも4箱なんで、まあ、大体多分誤差はあると思いますけど、こんな感じ。これがまず、動力ユニットが4つ、で、走行パーツが同じ値段、で、パンタグラフが全部同じ値段すると、まあ、コンテ価格だけで、まあ、2590円と。それ俺今回、側だけっていうか、まあ、中古本体価格だけで見ると、間違えた、うぜ。中古本体価格だけで見ると、そうですね。まあ、1万6千円ちょっと。まあ、1万6千200、あ、そうですね。1万6千200いくらで買ってるんで、まあ、しかもね、側だけで4千ぐらいお得。で、ましては、ま、ちょっと今回計算入れたいんですけど、まあ、例えば TN カプラにされた、この阪神のやつとか、
そうですね。まあ、半和解釈。半和解釈なんか8箇所全部、8箇所全部定価プラスされてるんで、これだけで1500円ぐらい上がったんですよ、定価で。もし、大阪メトロも、大阪メトロって言いますけど、これも中間のつまみ部分、2、4、6、8個。8個まるまる全部定価プラスされてるんで、まあ、少なく見積もっても、定価1200いくらだっけ ?1500 円だから、1320円のカプラがまるまる2箱は追加でかかるんで、まあ、少なく見積もっても2万3000ぐらい。まあ、新品でこいつらを、まあ、今のこの状態に持ち込んだらするんですよ。でそれプラス本体価格とかかかるんで。いや、これマジで合法的な、そうですね、お買い得かなと思いますね。今回はこれ買ってよかった。まあ、ちょっと他にもね、まあ、京阪とか、あの、201系とか本当欲しかったなったんですけど、競った瞬間に、あ、もういいやって感じで降りたんで、俺は。ちょっとあの申し訳ないですけど。いや、でもどうぞ、今回はね、ちょっとまあ、19メートルとかね、どこまで部品取りに使えるか、ちょっと3つのところありますけど、まあ、少なくとも、ね、101系と、半和快速の70系は、これも本当にマジで20メートル減少なんで、まあ、使える、まあ、別の車探すか、まあ、このまま保留車扱いにしちゃってもいいし、まあ、阪神と、大阪メトロはちょっと造血がないんで、俺持ってないんで、これはどうするかなんだよ。ただ19メートル系の車両ってそんなに知らないんですよ。まあ、関東って基本的に20か18なんですよ。まあ、京急とか、まあ、京急とかの1号直通。あれが18。で、東急が20。で、雪ヶ谷だけが、唯一18。あとは、そうだな、関東は20メートル系の、まあ、在来線の通勤車とかが多いだけなんで、施設もね、東急とか。まあ、鉄コレで出てるやつ言えば東急とか、そんなもんかな。ってぐらいなんで。あ、そうですね、まあ、正直なこと言うと、阪神のこいつら部品取りで買ったんですけど、まあ、19メートル級なんで、ちょっと使い勝手悪いんで、まあ、正直な話すると、もうめんどくさいんで、こいつらのつまめも TN カプラ化しちゃって、ちょっと大阪メトロからパクって。で、こいつらの本もちょっと4両、ちょっと綺麗ななんか、あの、加藤のちっちゃいケースか、なんか探して、ちょっと、そうですね、丁寧に、これはちょっと扱っていこうかなと思って。いや、これはマジで、本当そうですね、今回。これはマジで、本当、まあ、俺がね、単純なギャンカスなんで、こういうなんか、怒り狂ったギャンブルするの好きなんですけど。これはでもマジで本格的な男なんだよな。まあ、カプラもね、全然あの6個入りなんで足りてないんですけど、一応こんな感じ、動力と足回りとパンタグラフと、まあ、TN カプラ、まあ、6個入り2つ買ったとして、今2万3000円くらい。そうですね、だいぶお得かなと思って。しかも今回、まあ、ボディのね、状態の悪さっていうのは、まあ、鉄コレなんでね、まあ、正直、ずっとガラスに曇ってたやってなきゃ、鉄コレは当たりなんですよ、俺の中では。だからそうですね、その点考えれば、今回ね、十分に当たり引けたのかなと思います。で、一応ちょっとね、時間がもう、あと9分でね、一応こんな時間で今。あとね、9分ぐらいで、10分しないで、もう12時ありますんで、ちょっとね、GM ロンの進化動画も、まとめて撮りたいかなと思いますんで、終わりたいと思います。ではまた次回の動画で視聴ありがとうございました。